どうもー、世界家族の100億人のカラコマの皆さん、おはようございます。おはようございます。カロリシです。ジンくんです。カラコです。カメラカメラえどこだ、こうします。いや、入んなくね。はい、ちょっとつった。12月17日です。はい、はい、神奈川もね、19日にアウトしますんでね。うん、あと少し、うん、ですね。はい、で、うん、昨日はね、まあ神奈川来て全然有料代の確保ができてなかったんですけど、うん、やっと確保ができてね、うん、もう少しでも稼働したいなってことでギリギリまで稼働して、はい、で編集も帰ってしなきゃいけないんでね、まあ、して、うん、って感じだったので、はい、ちょっと寝不足気味ですな。はい、眠いね。はい、完全にな。うん、ね、はい今ね、今日もね、同じような立ち回りできたら最高ですよね。そうですね、今日も有料代があったらいいですね。うん、うん、はい、期待していきましょう。はい、うん、行きましょう。え、頑張りましょう。はい、そんな感じです。じゃあバイバイ。バイバイ。どうもー、 5%今日の結果発表をしていきます。はい、はい、今日はね、17日だったのでね、ツイッター見てくださってる方が結構いて、最近ね、うん、いろんなお店、ここどうですか、ここどうですか、どうですかって結構教えてくれるんですよね。いいことだね、うん、ありがたい、ありがたい、本当にありがたい、うん、はい、で、結構特に教えてくれたお店があったんですよね、うん、はい、で、行ってきました。はい、はい、うん、どうでした。まあ、とんでもなく良き日でしたな。とんでもない有料店でした。有料店でした。マジでね、とんでもなかったっすね。近いな、ゆく有料店、うん、有料店、うん、あれはすごかった、すごかった、うん、あるんですね、こんな有料店、うん、ご時世で、うん、しかも10日店でしょ。10日やからね、10日で、うん、豪華であれはすごいな。絶対赤字だもんね、うん、絶対もう赤字にしますっていう還元、あの、うん、作り方でしたね、うん、はい、いやもうね、まあ、入場から今日もう大体もう店が分かっちゃうんですけど、まあね、800人ぐらいいたんですよね、うん、パチンコスロットで、うん、そう、うん、で、まあ、結構軍団が占領してて、そうなんだね、そう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 、いろいろで取れなかった、いろいろ取るの難しくて、うん、僕は最初、まあ、まあまあ大体お店、北斗武装か漆黒をメイン機種にしてるから、そこ開けるんでしょと、特定日は、はい、っていう推測で行ってるので、うん、見に行って、あね、うん、あ、おやおや、そうでもねえぞって思いつつ、まあ、打てそうな台を取ったんですね、はいはい、でも知ってる人は、うん、まあ、普段から行ってる人はそこ行かないで、うん、違う島のちゃんとピンポイントで、うん、ね、うん、空いてる台を取りに行った、うんうん、まあ、ちなみにエヴァの寝台と、うん、何でしたっけ、バジリスク、バジリスクは全然釘開いてなかったんですけど、違う違う、うん、そこ最初に埋まるのかと思ったら全然埋まらなかったですね。あ、やっぱそうだったんだ。うん、あ、はい、で、まあ、もう僕整理券置いちゃってるんで、もう、ね、めちゃくちゃ島が遠いんで移動するのがちょっと難しくて、僕はちょっとね、いいなと思った台取れなかったんですよね、うん、いいなと思った台が、うん、劣化、うん、逆者、うん、ルパン設定付き、ルパンも良かった、ルパン良かった、はい、うん、あと何がありました。あと良かったのは、まあ、9時一島良かったけどね。ああ、そうなんだ、反対側そこ見てなかったのか、うん、西村さんが言ってた何時だ、なんとかってやつも悪もそうだった、あ、エクリプス、あ、そうそうそう、エクリプスも空いてましたね、それも言われた後から見に行ったら、うん、えぐいな、一気通せの設定好きなかったです、うん、あ、そこ見てねえや、うん、あ、よかったんだ、はい、一気通せ好きなんだよな、無駄に結構でも、うん、うん、かなり、ね、かなり、ね、あ、消えてる台がすごいな、うん、はい、うん、で、なんとか、まあ、西村さんは劣化に座れて、うん、回転数いくつでした、今日、終日で何回泊まったんですか、終日、あ、終日で平均が、
正確にちょっと分かんないんだけど、途中まで測ってたやつで、32点ちょっと。すげえ。やば。うん。やばい。32点ちょっと。やばい。ボーダーは狂ってる。20ですもんね。そう。たまげ、まあ出て負けずなしで 19.8 とかなんかそんぐらいの台。まあまあ、出玉減ってプラスひねりでちょっと増やせてるって、まあ、うん、損壊に落ち着くんじゃないですかね。うん、そんな気するね。うん、10日っすかな。10日。すごい。10日でこんな調整するって、普通に論理的に考えたらありえないと僕は思ったんですけど、今まで。そう。で、僕は北斗 A と、もう結構開けたんですよね。で、1台目打ったのが、いくつだっけ、28ぐらい。そう、あ、28なのか、27.5 ぐらいで、2台目が、まあ、30ちょいぐらい。そうか、ないね。ほんとゲーセンで打ってる感覚ぐらい待ってたんで、右側もグニャってめっちゃ上げてたもんね。相当良かったっすね。すごいよ、いい店や。ちょっと早い落としてもぐらいのレベルだね。マジで。お正月でーす。最高だね。そりゃ、まあ、軍団集まってくるわ。そりゃね、もう分かりやすいっすね、軍団は。もう本当に分かりやすい、めちゃくちゃ分かりやすい。そこに僕らが入っていったんだよね。そうですね。はい、ね。なんか専業さんっていうか、なんていうかプロっぽい人もなんか何人かいたし、すごかった、本当にすごかった。まあでも来るっすよね、あれやったら。あの国はまあ楽しかった。いやー楽しかった言うても、我々投資11万使ってますからね。っていうね、これ11万負けあるなっていうの途中から全然思ってましたけど、俺1200ぐらいもはめたし、ね、いやほんとね、まさにね、パチンコで信じられるのは、もう回転数と期待値のみ、それを証明証明したかのような勝手にね、はい、思ってます。でもほんまそれでしたね、本当にそう。だからここで二流のやつとかは、あ、全然当たんねえ、もう嫌になったとか言って撤退する。はいはいはいですよ。はいはい。ただ、そんなやつ、そんなやつあんの。人やん、あかんわ。僕と西田さんはね、まあ、もう回るっていうのも分かったんで、二人のそれを信じて ね、もうこれはただ今は攻めるだけでしょって、死のこと考えず、攻めるだけでしょっていうことでね、ガンガン入れてって、もう10日なんで別に時間効率も、時間割合とかもね、もう時短比率も気にする必要ないんで、言ってった成果、感じてましたね。この二人を真似するようにしました。そりゃそうでしょ。そうっすね。もう嫌や言って車に寝に行くようなやつは、もうそんなやつはもうあかん。これジンさんですね、きっと。これジンさんですね。そんなやつは勝てん。結果、結果ね、はい、まあ言うても11万投資して、はい、プラス帰ってきたのが、まあ、12万5138円なんで、プラス11万5100円、11万投資して帰ってきたのが12万5388円なので、はいはい、プラス15388円になりましたね。はいはい、よかったね。上出来ですよ、あっからの。あそこからね、そこからと考えたら上出来ですよ。そう、いや期待値的には相当積んでますよね。いや積んでるよ。どれさ、自分の代あれさ、実況さん計算したらさ、4000アプリね、アプリのやつね、そう、実況計算で計算あるんですけど、4600か800か、そんぐらい。それを1日中打ったから、平気で日当5万ぐらいいってるはずなんですよね。っていうね。いや今日は間違いなくね、朝一で劣化を抑えるのが一番正解だったんですね。あれね、噛みなかったわ、本当に。レッカ使えるよ。レッカ今日5台ありますね。5台、5台あって、西村さんいて、他全員もプロっぽい感じしてね。そう、もう内子が3人、プロっぽいやつが1人、って感じだった。内子と親みたいな人がなんかやたら入れ替わって、あのボーナス帳とかね、いろいろなんかカチョコチョコチョコやってたけど、そんな感じだった。
絶対にどかない雰囲気もうプンプンしてた、うん、ね、開いたらちょっと取ってくださいって言ってましたけど、うん、もう開く気配がね、うん、すごい、はい、すごい店でしたな、はい、僕の結果はもういいですかね、言っときましょう、言いますか、言いますか、はい、何を言ったんですか、まず海、海から行ってしまって、なんで海も打つ癒されてない、いやいや、癒しを求めそうなんですよ、じゃあ期待値を求めないと、勝ちに行かなあかん言ってんのに、回転数期待値を求めないと、癒しよりも海行く、赤チンがほんまに、しかも20しか回らんしこんだけお宝台入れてるのに、お宝台が腐るほどあったのに、いや20打つて、まあそこでまあ1万と、ま、1万ぐらいかな、うん、でその後北斗8に行って、うんうん、それが 25.3 万あって、うん、確か3万ぐらいになってたんかな、そこでも、うんうん、で最後にまた海行って、うん、24か5やったっけな、24か5回ってそこで1万円使って、うん、最終的には 57,500円の負けです。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。まあ僕らしいっちゃ僕らしいさ、最後の最後に。はい。でもですよね。でもですよね。でもこの月のアプリ見たらね、プラス22万5,000円になってますね。そうですね。はい。すみません。我々より全然高いですね。ええ。正直な。発祥よ。どうですかね。うん。まあ今だけですよ。自分で自分のこと分かってるんで。でもちゃんと回転数を追っかけてるわけですから、あ、まあ、ついてくるんですよね、結果はね。まあでも、うん、たまに海でストイックになれないな、うん、だから一流にはなれない人間ですわ、それは分かってます僕みたいなのね、守備で打つぐらいがちょうどいいんですよ。まあまあまあ、それもいいと思います。2人はプロ、僕は趣味打ち、うん、プロでもやるなら負けたくないですからね、そら。そうですね、うん、いいですか、はい、うん、え、なんか今言おうとして、まあまあプロっぽい人です。いや、もうプロみたいなもんプロっぽい人ですまあまあプロの定義はやったからですけど、はい、まあ、ね、はい、はい、っていう感じで、まあ、エンディングトークを撮ってるんですが、はい、3人でこのエンディングトークできるのが今日最後となります。そうなりますですね、うん、はい、帰ります、はい、帰る、まだ旅に出るんですよね、旅にまた出ます。あ、そうなのね、はい、どこですか次は。次は西に向かいます。西とりあえず浜松餃子かな。あ、いいっすね、うん、浜松餃子食べに行ってきます。はい、いいっすね、ありがとうございます。いや、本当にね、はい、今何も用意してないんですけど、はい、いや楽しかったです。楽しかったですね。本当に楽しかったです、うん。それは本当に楽しかったですね。マジで。はい、うん、もう2人はね、動画で見たままのいい人たちだったです。そうなんですよ、うん。いや、そうなんですよって言われたらちょっとね、うん、ちょっとは謙遜じゃない。まあでもほんま、うん、いい人たちだったですね、はい。居心地も良かったし、うん、楽しかったですね。マジで。楽しかった。ワードウルフしたりとか、うん、ワードウルフがね、うん、思い出に残るですね。動画編集のね、いろいろね、相談にも乗ってもらったし、うん、そう、長いこと付き合ってもらいましたよ見てるのも楽しかったんです。あ、やってるのも、うん、いや、超助かりましたよ、うん、客観的な視点ないとね、なかなか難しいんですよね、うん、ワードウルフ作るってね、ね、うん、で、僕らはね、いる時というか、うん、多分ご飯代は僕ら払ってないんじゃないかぐらいのね。まあでも本当にね、うん、前半調子良かったんでね、うん、それはそ、うん、それはそうっすよ、出すのは。いやいやいや、そんなバカな車も出してもらって、うん、西野さんに至ってはなんかジャンプも買ってもらったし、自分で買えよっていうねそれはまあ、うん、なんかついでみたいなんですかね、うん、言えないですか、その話はもうね、はい、うん、まあ、僕らが有名になっていくことを望んでるみたいなんですね。そうそうそう、はい、まあ、頑張っていくしかないでしょ
本当だね、自慢したいからね、はい、のための自慢できますよ、自慢大っすわ、はい、自慢大、うん、いいっすね、僕もね、僕らもね、あのこんだけ助けられてたんだよね、あの時はねっていう話をできるわけですからね、うんうんうん、まあすぐ忘れるんですけどね僕のことなんか、うん、彼はね、なんで自分かなんで俺に言うのそんな感じですね、今日はそんな感じです、はい、はいはい、皆さん、なんかすみませんでした、邪魔してこう二人の先生先生ファンの皆さんごめんなさい、僕みたいなんだ、いやいや、もう大丈夫ですよ、もうネガティーですね、はい、まあ本当に今日は、今日はじゃないよ、はい、この期間、はい、ありがとうございました、こちらこそありがとうございました、うん、お世話になりました、すごいなりました、うん、うん、まあ、ジンさん追いかけたい方はね、追いかけるボルグいや、ツイッターからね、フォローしてね、フォローしてあげていただければなんか書いていくかもしれないのでね、かもしれない、かもしれない、はい、可能性はある、追いかけてください、はい、こんな感じです、はい、はい、じゃあ、バイバイ、バイバイ。